皆さんこんにちは、高幸です。今ですね、まあ急なニュースを見てね、動画を撮ろうと思いました。昨日ね、広島の高速2号線でですね、高速道路出口から、出た高齢者の乗った車が、前方で信号待ちをしている車に衝突して5台ね、の絡む大事故となってしまったようです。そのね、最初にぶつかってった車の運転手は高齢者で80代ということで、しかも、ブレーキがね、効かなかったということで言ってるそうです。飯塚幸三の真似をするんじゃないよ。飯塚幸三もお前がそういうこと言うから悪い見本ができて、世の中の高齢者事故が起きて、みんなブレーキが効かなかったって言い出すんじゃないんですか？そんなに国産車ブレーキ効かなくなりませんからね。稀にありますけど、本当に稀にブレーキが効かなくなる車って何万台に1台とかあるかもしれないですけど、そんなにしょっちゅうないですからね、日本国内で各地で。本当にね、高齢者事故最近多いですけども、まあ、本当に80代を過ぎたら免許返納を皆さんご検討していただいた方がいいんじゃないでしょうか。いくらね、自動車保険でね、対人対物無制限入ってたとしても償いきれないですよ、罪を。まあ、私もね、まあ身近にその高齢者の方がね、祖父祖母は運転する者がいないですけども、まあ身近な存在でね、高齢者がいればちょっと運転をね、控えるように言っていきたいと思います。では皆さん安全運転でよろしくお願いします。ではまた。